中日、細川たかし、24、打率2割9分、14、54、OPS、852、来年は2桁無理やろな。唯一警戒するバッターだわ。中日の希望は横浜にいた。こいつに中日以外の球団が見向きもしなかった理由、誰にもわからない。言ってもドラフト巡回じゃないグループだから他にも欲しかったところはいるはず。このくらいの打者が一人いてもチームの勝利には結びつかないんだな。いなかったら100敗近いルートやろ。海老名とか中日で和田に指導してもらったら分けるんじゃないか。これがほぼ中から湧いてきたのに去年より負けている理由。こいつに岡林、石川と若手派へのおるのに負け続けてんな。王 3.1 のこいつがいて去年より負けてるのはチームとして完全に去年以下だし終わってんだろ。みそかすが去年は若手が育ってるから再開はないとかほざいてたけど今生きしてんのか。まずは二遊間なんとかしないと無理やわ。強打阿部投げ捨てて強打阿部に届くかわからん二人じゃな。なんでこれとか岡林とか石川おるのに再開なん。ロッテなんか220のやつばっかで防御率4点台の守護神と5点台のセットアッパーで2位やのに。あっさり不調を乗り越えたのはすごいな。ご視聴ありがとうございました。